はやぶさ殿。おう。ええ。ねえ。まさか。はい。オッケーよ。我らの大切なものを運んでいた輸送部隊はこの辺りを通過したとのこと。ここで落としたのか盗まれたのか、いずれにせよ探してみよう。あなたたち何を探しているの？私も手伝ってあげる。なんだてめえら。騒がれては面倒で、悪いがおとなしくしてもらおう。ここにはないようですね。残念です。なんだか騒がしい。仲間を呼んだ方が良さそうじゃねえか。近くにも賊がいるよ。奴らを刺激せるよ。急いで物を探すぞ。輸送部隊はあの辺りで休憩をしたそうだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急ごう。守備は上々か。私の直感だとあっちが怪しそう。よかったら行ってみて。今日はこれくらいにしといてやる。よこしまなるものを打ち破ったり。ここまで強くなれるのか。守備は上々か。そういえば因果応報。さらば。さあ、昨日の打ち合い美味しかったな。この世界にあんな料理があるなんて。二人にも食べさせてあげたかったな。忍びの技を見よ。全力で支えよう。気を抜くな。お前ならできる。私もいいかしら。受けてみよう。楽しそうですね。いいよ。何の用だ。これで終わりよ。余生を狩ろう。ダメだ。かばりやがれです。守備は上場か。あなたならできる。その調子です。夢をどこにいる。匠の技もっとやれるはずだ。このまま捨ててもらうよ。一撃で片付ける。くたばりやがれ。もう早草さんもお寿司食べるんでしょ。気を抜くな。探し物が見つかったら寿司食べるでしょ。そうだ。うまい魚と酒、そして美女がいればいいんだ。はやぶささんたらお上手。早く探し物見つからないかな。無働き、ご苦労。我が部、とくと味わうがいい。とんでもない強さね。守備は上々か。怪しい奴らめ、出て行け。任せておけぞ。
守備は上場か。このおにぎり、お米のツヤがたまらない。いや、美味しそうだが、目的のものではないな。ねえ、雪村さんのお世話行けるんでしょ。探し物が見つかったらパーッとやりましょう。ああ、願ってもない申し出、ぜひ一本傾けましょう。楽しみ。私こう見えてもザルだから、朝まで付き合って。ね、まさに資格なしですね、ハヤブサ。守備は上々か。手がかりは何もないみたいね。ところで、あなたたちの大切なものって何？どっちも無視？敵の増援か。数はそれほどでもないが、侮れないな。無用の殺生はこのまま。ここは急ぎ脱出するべし。二人が探してるものってなんだろう。名探偵ディオが当てちゃうんだね。ハヤブサさんは釣り具、雪村さんはお金持ち。これらから推理するのに、探してるものってまさか。いやいや違う、違うに決まってるって。守備は上手か。今こそ攻めかかれ。ハヤブサ殿、残念ですね。結局目的の目安に使わず、こちらこちらにとっては致し方ない。あの大将を倒して逃げよう。結局あの極上の焼酎は見つかりませんでしたね。新鮮な魚も寿司もどこかに消え失せたな。え、あれってあなたたちの。私が昨日いただいちゃった。え、オッケーよ。